アウレリア街道の経路アウレリア街道は、紀元前241年頃に建設されたローマ街道で、ローマからティレニア海に沿って北西へ、ノビーピサに至る。当時ケンソルを務めていたシーアウレリウスコッタが、プロジェクトを指揮した。シーアウレリウスコッタは他にも、道路建設に関わっており、第一ジボエに戦争中の紀元前252年に、失勢官となり、 シチリア島のアグロジェンテムとパナーマスを結ぶ軍用道路の建設を指揮した。共和制の中期、ローマの拡大による必要に迫られ、イタリア全土を結ぶ街道がいくつか建設された。これには、軍隊の迅速な移動とイタリア全土に拡大したローマ人植民地軍との素早い通信を可能にするために必須だった。副次的利点として、イタリア各地の都市間の交易が、 盛んになった。ローマ街道は2台のチャリオットが通れるよう、15フィートの幅に規格化され、距離を示すためにマイルストーンが置かれた。アウレリア街道も、その一連の街道建設の一つとして建設されたもので、最初に計画的に建設されたのは、紀元前312年のアッピア街道である。この時代に建設された他のローマ街道としては、アメリーナ街道、 フラミニア街道、クローディア街道、アエミリア街道、カッシア街道、バレリア街道、カエシリア街道がある。アウレリア街道は、アエミリウス橋という橋でテベレ川を渡り、ローマから西に伸びている。アウレリアヌスミカドが、アウレリアヌス城壁を建設してからは、アウレリア街道の起点は、アウレリア門となった。その後道はそのまま25マイル進んで、ティレニア海に面した。 古代の町、アルシウムを通り、そこから海岸に沿って北上し、我がバラテロナ、コサを通り、ピサへに至る。本来のアウレリア街道は、ピサが終点である。ローマとコサとピサを結ぶ、この経路は、特に共和制ローマ初期から中期にかけて、重要だった。コサは、エトルリアにおける重要な植民都市で、軍事拠点だったし、ピサは、ローマのジェノバの間にある、唯一の港だった。 ピサは、リグリア人、ガリア人、カルタゴ人との戦争で重要な海軍基地となった。紀元前109年、当時の執政官、マルクス・アイミリウス・スカウルスが、アウレリア街道を約200マイル延長し、アイミリア・スカルーナ街道とした。この街道は、ピサから、デルトーナ、プラケンティア、クレモナ、アクイレイアを通り、ジェノバに至る。そこから、ポストミア街道を使えば、 南フランスのガリアナルボネン出属州に至る。ローマ帝国期にはアウレリア街道を使い、さらにアルプス越えの道を通って北、フランス屋がデスまで旅行することが可能となっていた。現在の国道1号線は古代のアウレリア街道とほぼ同じ経路であり、アウレリア街道と呼ばれている。ありがとうございます。